ジップカーは2012年12月時点で76万7000人以上の利用者数を有する世界最大のカーシェアリング網である。カーシェアリングとは一般に登録を行った会員間で特定の自動車を共同使用するサービスないしはシステムのこと。自動車を借りるという面ではレンタカーと近い存在であるが一般にレンタカーよりも ごく短時間の利用を想定しており、利用者にとってはレンタカーよりも便利で安価になるように設定されていることが多い。ニュージャージー州のハーツ専用駐車場で利用可能な車両発祥はヨーロッパ。非営利団体として公共交通機関を保管するものとして生まれ、その後アメリカや日本に広まった。レンタカーは不特定多数が利用するシステムであるが、 カーシェアリングはあらかじめ利用者として登録した会員に対してのみ自動車が貸し出される。利用時間の単位は10分から1日単位まで必ずしも一定しないが一般にレンタカーよりも短時間の利用時間単位が設定されている。特に日本では1日単位での利用ではなくごく短時間の利用を目的としている。日本の現行法令上は 自動車の利用の対価として金銭を支払う場合は、レンタカーと同様の扱いとされ、カーシェアリングで使用される車両はレンタカーに用いられるものと同様はナンバーである。料金収受の発生するカーシェアリングは、レンタカー型カーシェアリングと定義される。本校では、特に断りがない限りはレンタカー型カーシェアリングについてきする。 利用者にとってのメリットの一つは、自動車を使用する費用が安く済むことである。自動車を自己所有する場合、取得価格が高額である上、自動車取得税、自動車税、または軽自動車税、自動車重量税、駐車場代、自賠責保険代、自動車保険代、車検代、整備費用、そしてそれぞれの消費税等々、特に日本においては所有するだけで、 相当の固定費が所有者にのしかかってくる。このような所費用を払いつつ、自動車を所有したとしても、いわゆる車社会の地域に在住している場合を除けば、実際に使用するのは、せいぜい1日数時間程度にとどまり、稼働率が低い。さらに、いわゆるサンデードライバーでは、月間の車両の利用時間は、せいぜい8時間程度であり、同一の自動車を、 多数のものが利用する素地がある。複数人で使用することで固定費等を分散することができ、規模のメリットが働く。利用者は必要な時に一定金額を支払って車を利用することになるため、車を財産、資産として所有するのではなく、使用に際しての経費として捉えることとなる。さらに、日本では三大都市圏や、政令指定都市は無論、地方都市においても、 ある一定以上の規模の都市では、公共交通機関網が張り巡らされているため、利用の都度、鉄道、バス、タクシー等とのコスト比較意識が働き、過剰な自動車の利用を抑制する効果があるとも、エコロジーに貢献するとも言われている。カーシェアリングには専用の駐車場が設置され、マンション前の駐車場、住宅街の一角の駐車場、 スーパーマーケットの駐車場の一角等々がそれに当てられる。日本ではコンビニエンスストアの駐車場に配置された便利な携帯のものも広がりつつある。日本の法律は複数人の個人が金銭を出し合って共同で購入する自家用自動車を共同使用する行為そのものは想定されており、共同使用自動車としての登録、権限の行使が可能である。日本では 多くのカーシェアリング用自動車は専用の駐車場に置かれ、ほとんどが無人管理されている。利用を希望する会員は、インターネットや電話で予約を入れるだけで、予約時刻に駐車場まで出向いて、会員証などでドアロックを解除、車内に設置された装置に差し込むなどし、利用者認証を行うだけで使用できる。専用の駐車場は、マンション前にあることも多く、 そのような状況に恵まれた場合、マイカーとほとんど同じような感覚で利用できる。レンタカーの場合利用時間はある程度長時間であるが、カーシェアリングの場合、一般に時間の単位が細分化されており、15分単位で利用できるところもある。料金はおおむね以下の構成が採用されている。基本料金を安く抑えて、 時間課金などを高くするプランと基本料金を高めに設定して重量性料金を低くするプランなどを設けている例がある。注意点として毎月何時間くらい使うか何キロ程度走行するのかといったシミュレーションを入会時にしておかないと思ったより高い料金を請求されることがある。なお無線車、満タン返しが原則のレンタカーとは異なり利用者が 戦車や給油の必要に応じて、車内にあらかじめ配置された専用の給油カードを用いて、戦車や給油を行う方式が採用されている場合が多い。これらは無人管理に必要な作業であるため、その時間に相当する利用時間分の料金は課金されない。一般に短時間で比較した場合はレンタカーより割安となり、半日、1日のレベルでは、 レンタカーの方が割安となるように設定されている。ただし、カーシェアリングの方でも6時間、半日、1日などを単位として割安なパック料金が用意されている場合もあり、経済性は会員プラン、料金プランごとに比較を行う必要がある。アムステルダムにて、カーニ号の充電中の電気自動車無人拠点にて、レンタカー型カーシェアリングを行う事業者は、 専用のオンラインシステムを用いて車両管理を行うよう法令で義務付けられている。マンションの管理人等が鍵の受け渡しを行うような場合は、有人拠点となり、必ずしもこういった管理システムは必要ではなく、既存のレンタカー営業拠点と同等の扱いとなる。カーシェアリングは固定費を分散させるため、ある程度の会員規模を持つ必要がある。また、 利用者は車の使用に対し一定金額しか支払わないため、例えばガソリン価格高騰の費用増加は事業者が負担せねばならないといったように経費の変動に弱い構造となっている。燃料費は電気自動車の導入である程度解消可能であるが、まだまだ高額である電気自動車を売上規模の小さなカーシェアリング用途に配備できるかという問題もある。 他業種競合もあり、車を時間がしするという同じ業態を持つレンタカー会社が最大のライバルであるという。カーシェアリングは小さな会社やコミュニティが一数台だけカーシェアリング用車両を準備し運営することも可能である。この場合、大手企業のカーシェアリングネットワークに比べ、商大数かつ特定の車両しか運転できないという利便性の問題。 小規模な運営事業者において、避け得ない撤退リスク、故障、全損事故、経年劣化による車両の入れ替えへの対処、加えて決して料金が安いわけではない、といった課題があるため、利用者はそれらの課題を理解した上で参加することが必要となる。実際、2011年から2012年の間だけでも、などのように、カーシェアリング事業から撤退する企業が相次いでいる。 自動車を止めるための駐車場の確保も課題である。はたから見ると不特定多数の人が一台の自動車を乗りに訪れるのと駐車場所を示す案内が広告になるという理由から防犯や治安に不安を持ちカーシェアリング業者に駐車場を貸さないという事例が多々あるという。全国に非常に多数の駐車場付き店舗を要するコンビニエンスストアチェーンとタイアップし 広めの駐車場の一角に専用駐車場を配置する方式でサービス拠点を増やす業者も登場した。日本の主要事業者は支払いがクレジットカードのみとなっている。一般的にレンタカーは現金やデビットカードも利用可能であり、ETC は数万円程度のデポジットでも利用可能である。カーシェアリングの考え方や仕組みはもともと スイスが発祥と言われている。1970年代に大量の車両が都心に流入した結果、商店街などの荒廃が進んだことから、行政主導で大規模な車両の流入規制が実施された。また都市には LRT やバスなどの公共交通機関を充実し、市民の足が確保された。一方、住民らは都心で車が持てないため、 郊外に共同で車を所有し始めた。これがカーシェアリングの始まりとなる。この頃からスイス国内には小さなカーシェアリングの組織がいくつも出来上がり、同時に事故の責任問題やサービスの多様化への対応など運営の問題点なども徐々に露見していくこととなる。その後同国内では M&A が行われ、 三つのカーシェアリング会社にまで統合されることとなった。1997年、スイスは三つのカーシェアリング会社を統合し、モビリティ社を設立した。現在、スイス国鉄との相互乗り入れを行うレールリンク社を設立するなど、スイスは国家主導でカーシェアリングと公共交通の利用促進を図っている。日本で初めて、 カーシェアリングを法人として営業したのは1988年に株式会社シーズで当時は会社専門のカーシェア事業として話題となるが2年後に事業を他社に譲渡。しかしその後カーシェアリングは長らく普及せず日本で本格的に事業化されたのは近年でありレンタカーに比べての知名度は今のところまだ低い。レンタカーを取り扱う業者 駐車場を事業とする業者などが参入し、シェアの獲得を図るべく活動している状況にある。主な事業者主な事業者主な事業者東京都、中野区のタイムズカープラス専用駐車場日本のカーシェアリング事業者については、概ね自ら会員を募り貸し出し事業として展開するもの、カーシェアリングのシステムを他社に提供し自らは、 貸し出し事業を展開しないものに分かれ、さらに貸し出し事業を展開する事業者も、広く一般に会員を募る事業者と、マンション等におけるカーシェアリングのように限られた会員にのみ提供する事業者に分かれる。一台から開始できる事業のため、多くの事業者がカーシェアリングに参入している。コインパーキングを活用し、貸し出しステーションを設置している事業者が多い。 2017年3月現在で、車両ステーション数は12,913カ所、車両台数は24,458台、会員数は1085,922人となっている。個人間で車の貸し借りを仲介するエニーカ、キャフォー、グリーンパートなどのサービスもある。ありがとうございます。